大リーグ公式サイトは8日、日本時間9日、カブスの今永翔太投手、31、ラテ吉で行われる10日、日本時間11日のドジャース戦、午前11時10分試合開始予定、に先発すると発表した。ドジャースは右肩鍵盤損傷で負傷者リスト、IL、入りからメジャー復帰となる山本義信投手、26、が先発。 日米通じて二人の投げ合いは初めてで、昨年3月の WBC で世界一に輝いた WBC メンバーによる初の先発対決、脱衣に実現する。今永の前回登板は4日のパイレーツ戦に先発して7回を無安打無失点。西球三失策の走者だけで95玉で降板し、3投手による系投でのノーヒットノーランを達成した。 本拠地リグリーフィールドでは実に52年ぶりの快挙となった。今永にとっては山本との投げ合いだけでなく、大谷との注目の対決第2ラウンドとなる。4月7日の初対決では空振り三振、三者比に抑え込んでおり、50から50へ向けてカウントダウンに入っている大屋をどのように封じ込めるかにも注目が集まる。 右肩鍵盤損傷から復帰を目指す山本は3日に 3A オクラホマシティの一員としてアストロズ参加 3A シュガーランド戦に先発して2度目のリハビリ当番最速96.7マイル、約155.6キロを計測し2回53球で2安打2失点、2死球3奪三振で山本は6日の練習を終えると順調。と力強く話していた。復帰登板とあり、 球数が制限される可能性もあるが、今永との白熱した投げ合いが期待される。カブスには鈴木誠也も在籍。山本がメジャー初勝利を挙げた4月6日のカブス戦での初対決は至球、3ゴロ失策、空振り三振だった。こちらの第2ラウンドにも注目だ。また、同日のマリナーズ戦ではパドレスのダルビッシュ優投手が先発予定。これが復帰後2度目の先発で、 5月19日のブレーブス戦以来となる今季5勝目が期待される。侍ジャパンを世界一に導いた先発投手が同日に3人も登板。日本の野球ファンにとっては楽しみが詰まった1日となりそうだ。